えとこの間ね、この小説家の島田雅彦さんがね、ちょっとしたあの問題発言をやっちゃったみたいでね、なんか、非難の的になっっちゃってますよね、まあ、あの発言自体はね、もう到底容認できるものではないですが、うんと、昭和から平成初期ぐらいかな、あのいわゆる分断でね、 座談会なんてのがあると、まあそれをあの雑誌で掲載されていたものを読むとね、あの手の似たような発言中なは普通に飛び交ってましたよ。例えば、まあもう何十年と前の話だから名前は伏せますがね、あのとある高名な文芸評論家がね、あの72年の あのイスラエルのテラビブの,あの銃乱射事件あ、関君がやった、あれに関してね日本、日本人は経済一辺倒だと思われていたが、ああいうことをやる人間もいるってなことでね、それを世界に示したことで、なんか、えー、嬉しくなったっていうなことを喋ってますよ。 まあそういうふうな時代だったわけで昭和の昔の分断というのはまあ分断といってもこれはまあ左寄りの人たちの会合かなどっちかというとまあそんな中でねあのまあ島田さんちゅうのはあのもう昭和の学生時分からもうサッカーデビューなさった方だからそういう空気の中で。 えー、いなさったわけでまあ今回のねあの問題発言っていうのも何となくねああやっちゃったなって感じがしますよね。そんな島田さんのデビュー作というのは1983年にまだ学生自分に発表しこうしてねその年の。 芥川賞の最終選考まで残った優しい左翼のための棋誘曲だったんですが惜しくも芥川賞受賞とはなりませんでしたがまあもっともこの時は芥川賞受賞作はなしに終わったようですがえー選考の場でもね概ね好意的に受け止められていたようで中でもね島さんのことを高く評価していたのが 今年の三月にお亡くなりになった大江健三郎さんだったんですこの時の芥川賞の選考委員がね島さんのことは数行で短く扱っているだけだった中この大江さんだけはねほぼ全面島さんのことだけを取り上げているんですよ今こうして当時の大江さんの選票を読み返してみるとね 1920年代のソビエトロシアの新芸術とかロシア・フォルマリズムとかねなんかいかにもなんか古めかしいね、えー、そんな感じがしてねやっぱりこの人はね左寄りのの人だななっていいうのは今更ながらよよくわかって面白いですよねそしてこの芥川賞選評の場でね大江さんがデビューしたての島さんへ向けて何と書いているかというと。 うん1920年代のソビエトロシアをさらに勉強することがいつまでも枯れぬ栄養源となろうってなことを言ってますこれを受ける格好でおそらくは当時の島田さんは大江さんのアドバイス通り1920年代のソビエトロシアを勉強なさったと思いますまあこの芥川省全集というのは地元の図書館で借りてきたものですが本当は この島さんのねデビュー作の「安井左翼のための究極これを借りようと思ったんですが地元の図書館には置いていませんでしただから仕方なくねこれだけを借りてきた格好ですがうんまあこれはね受賞作だけが掲載されているだけだから島さんの小説は読めないんですけども。 私はこのすい左翼のための究極曲はねあの当時あの読んだことがありますだからあ,のある程度は覚えているけど詳しくはもう覚えていません残念ながらあの昔あの磯田浩一という有名な文芸評論家がいたんですがその磯田浩一がこの島さんのデビュー作の「野生い左翼のための究極曲」を題材に「左翼が左翼になる時」 っていうあの文、ー、系評論を書いてんですよ。従来型のそれこそあの漢字の左翼とは違うカタカナの左翼といった、えー、扱いです。あの当時ならね、うん左翼というのもいよいよその様相を変えたような体で 新しい時代の左翼が生まれつつあるといったような捉えられ方をしていたとは思いますがえ何十年とだってねえ令和5年となり今回の島さんのあの発言をえ聞いているとこれはもう完全なるね従来型の漢字の左翼ですよねあれ。 そういえば島田さんはデビュー当時まだ若い頃はねご自身のことを「分断の青2歳」なんてえ名乗ってましたけども気づけば島田さんもねもう還暦すぎになっちゃってーまあ言ってしまうとねなかなかにねいつまでも青2歳じゃいられないって話ですよねこれ。